アメリカの9月の個人消費支出物価指数は1年前と比べ3.4%上昇し伸び率は3ヶ月連続で変わりませんでした食品とエネルギーを除いたコア指数は3.7%プラスと前の月からわずかに鈍化しましたまた前月比ベースでは0.4%のプラスと前の月と同じでした一方、コア指数は0.3%上昇しわずかに加速しています